ふざけるなという話です。ビル・ゲイツと世界の多国籍企業、特にフェイトミーク、つまり人工肉、培養肉を作っている企業がこんな予測をしました。それは2040年までに世界の6割の食肉市場をフェイクミートに切り替えるという予測を出してます。本当に胸くそ悪いんですけど、ビル・ゲイツといえば現在フェイクミートに多額の資金を出しているおっさんですけど、これが必要だ、これが役立つといった優生額のあのおっちゃんが、ついには2040年までには世界の食肉市場の6割を人工肉に切り替えると言い出しました。フェイクミートにはそもそも代替肉と細胞培養肉の2種類があります。代替肉の原料はキノコ、レンズ豆、大豆、米、人参、ズッキーニ、穀類、あと卵、乳製品などがあります。で、今現在代替肉に関してはマクドナルド、KFC、大手レストランチェーン、コーンフレークのケロック、ネスレ、タイソンフーズなど名だたる大手企業が力を入れて商品化に励んで、日本でも代替肉って流行ってきてると思います。一方で厄介なのが細胞培養肉となっています。細胞培養肉はもともと再生医療の技術ともともとなっていますが、それを次は食品に使ってみようといって発想が細胞培養肉。牛さんに例えば麻酔を打って眠らせますと、でその牛さんからたったゴマ一粒の細胞を摘出しただけで、ハンバーガーのパティでいうところの約8万個分のお肉が作れるということだそうです。これって一見するといい技術だという解釈をされる方もいらっしゃると思うんですけど、そんなことはございません。日本でもすでに細胞培養肉のこう技術っていうのを用いてフォアグラなどの開発が成功しております。フォアグラの技術を開発した人たちが何を言っているかというと、今後我々の成功例を用いて培養肉、化粧品、サプリなどの商品化、浸透化に向けて励んでいきたいということを言ってるんですよ。一見するとこう細胞培養肉の技術って素晴らしいと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、問題なのは細胞培養肉の技術イコールフェイクミート、このフェイクミートの許せないところが全然ナチュラルじゃないんですよ。フェイクミートが進むとどうなるかというと、工業的な大規模な集中型の畜産型のビジネスモデルが出来上がってしまうということです。フェイクミートがそもそも推し進められている理由は、牛豚のゲップが CO2 を排出して地球環境を壊すという謎の SDGs 的な理論から成り立っていますが、このフェイクミートとかの安全性は確認されているどころか、その安全性は否定されてしかるべきなんです。なぜなら、アメリカのバイオテクノロジー企業は、細胞プログラミングを利用して、酵母菌やバクテリアさえも遺伝子組み換えをすでにしているといったことから、こう断言させていただきたいのです。例えばですね、ビタミン、アミノ酸、酵素、その他もろもろですけど、バリバリ遺伝子組み換えされているのに、遺伝子組み換えを使用していますといった表示義務が今日本にありません。これもね、腹立たしいんですけど、ぜひ皆さん、これ拡散してください。このままだったら2040年までに我々の買い物に行くスーパーに、もう遺伝子組み換えを飛び越えて培養肉、人工肉、化粧品とかサプリが浸透していってしまいます。これがこう浸透してしまったり進んでしまうと、日本も世界中の伝統的な畜産農家をやられている方たちも絶滅危惧種となってしまうように思います。結局僕たち人間も自然の一部なんですよ。皆さんぜひこの流れ止めましょう。そんな最先端技術で作ったものを食べたからって地球環境が良くなるとか、そんなことはないんですよ。なんかこう地球環境を守ろうっていうペテンの SDGs に乗っかって不自然なもの食ってたら人間も不自然になってしまうので、これ避けたいです。同感してくださる方、力貸してください。声上げましょう。